いつでもどこでも簡単にできる体にいいことを紹介します。今回は手首のストレッチ、皆さんも一緒にやってみましょう。今回は手首のストレッチを紹介いたします。普段から使うところですので、しっかりストレッチをしていきましょう。皆さん、できましたでしょうか。今回紹介したストレッチは簡単なものなので、ぜひ継続してみてください。毎日の積み重ねが大切です。それではまた次回お会いしましょう。